こんな素晴らしい楽しい感じのセッションが御前崎クックハウス椿では毎月最終金曜日に繰り広げられているということで、ねえ BD、 すげえ楽しいよね。スイートオブシカゴ、今からあのイニシャル I の方からあのご指名いただいたんですけど、スイートオブシカゴの人はみんな歌うじゃんね。ん？何？ちゃんと発言は手を挙げて。まあ、で誰か歌ってくれる人いる？俺とアケミはダメだから。出た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 。イエーイ。いつもね浜松を中心にやっております。ぜひ自己紹介。浜松です。ブルース歌ってます。ゆたかです。よろしくお願いします。もうね、彼女はすごいんだよ。あのちょっとね、あのびっくりするような魅力があるね。ね、あのもうこう低音の魅力とかね、俺好きだよ。で中村。はい。あんた中村なの？呼び捨てにしないから。おい中村、はい、違う違う、俺と一緒にやってるシック1952の中村、お前スイートオブシカゴ歌うっていうじゃん。俺聞いたことねえこと、今世間でなんか聞いたんだよ。昔の話だから。歌う？歌うよ。あのね、これ今ね、あの何回もってのやってるけど、シック1952っていうのもやってるの。でね、シック1952でベースを弾いてる中村俊美です。おまけみたいな感じだ。彼の声も聞いてみたい人。シックの出番がなくなると嫌だな。あ、その気になっております。じゃあ始めよう。俺が歌った。
こういうセッションとかやるとギターの人とかさ、ボーカルの人とかさ、そんな人ばっかりが表に出ちゃうじゃん。だけどドラムとかベースとかみんなやりたいと思うんだな。松井先生、今日のご気分は？やりたくない。本人はあんまりやりたくないのと言っておりますが、やってほしい人、あんなこと言われておりますが、どうしましょう。彼はね、お前たちであのクリーニング屋をやってやります。洗濯職人です。もしあのちょっとあのね、ご使用済みのいろんなものがありましたら、ぜひここまで持ってっていただけるときれいに、もう新品のようになりますんで。じゃあここまでが松井のソロということで。じゃあ本日、2度目の登場、パッチ、オープンです、パッチ。